女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第212 2, 2回三田村千春です宇宙真央ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうはい我々はノートでも音声配信 していますそちらは女2人映画裏の話としてこの本編に収まりきらなかった映画の話や私たちが最近感じていることなどについて深掘りして話しており一話100円での有料配信となっています、えー、この番組存続のためにもぜひそちらも聞いていただけたら嬉しいですそしてさらに応援したいよという方はサポート投げ銭ですねもぜひよろしくお願いしますしお願いしますはいということで今日は後編 でね、ちょっとイレギュラーで、うん、えーと今日は土曜日に、はい、配信してると思うんですけどもこちらの作品いきたいと思います毎週一つの作品を取り上げて語っていきます今週の作品は「ソフィー・カーカグマ女が二人集まれば」 「日が暮れる」「ダラダラ」ダラダラ「ズルズル」るゆる「ゆるゆると」「今日も平和な木曜日」「今日も平和な木曜日」 後編とということでネタバレありでいきますので、はい、ネタバレやめてという方は映画を見てから是非聞いてください、うん、まあ先週はねあまりにも映画の序盤から話せないっていう感じ <laughs>、はい、ネタバレなしだとね、うん、なかなか話せないことも多いですがメール読みますかあそううだだメメーールルいいたた読みましょう はいシネマヒーロー名曲さん先週読めなかったんですがありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、以下ネタバレを含んでいるかもしれないということなので今週に回させていただきました、うん、はいはいえっ、ー、とまず不思議なのはジェシーは子供ではなくまたその時点で親しい仲ではなかったのに数字一人でどうやって誘拐監禁できたのかジェシーって同級生のインフルエンサーですねうんはい そして、自身の行方不明が報道されず極秘に捜索されたら永遠に身の回りの世話のためにあそこに通い詰めたのかあくまでも映画なのでそこはツッコミどころではないと思いつつ気になりましたありきたりな正論になりますが母親のためを思うなら一攫千金狙いをメインに考えるのはリスクが大きいですねバーガーショップでのルールや車移動でシートベルトをしているにもかかわらず誘拐や死体息を実行できてしまうのは誰しもが持っている でであろうう二面性なのでしょう私は孤独悪にならないし愛されるかどうかは目標ではなく結果だと思っているので逮捕されて自由を失う可能性のある行為に及ぶのは理解に苦しみます。以上取り留めのない感想です, <laughs> すいませんということでいただきました、はい、厳しいこれいいですねもう愛されるかどうかは目標ではなく結果だっていうのは <laughs>、うん、はい確かにそうそういうマインドでいた方が絶対いい。 そうですね私もちょっとこれ覚えておこうたそうですねうんうんはいまあここに書いてあることは本当そうでその自ェを誘拐するところはなかったか描かれてないだからどうやって確かにねそうなんだよなだから計画全体的に甘すぎてこんなの絶対すぐバレるよっていう感じなんだけど まあ、そこは。でも、バレないんだよね。そうなんだよな。ファンタジーですか、ね。ちょっとファンタジーなとこですね。うん、うん。あの、ジェシー役が、えっと、なんだっけ。アレックスウルフ。うん、ヘレディタリーにも出てた。ああ、そうだね。<ー>そうだよね。お兄ちゃん。そう。うん,うん、うん。あの人、やっぱ、演技力すごかったなって思った。<ー>あの映画で、み、見たら。やっぱ、スージーって、なんか、ちょっと、何考えてるか、わかんないっていうか。 なんかパッ、うん、と見ニコニコしたお人形みたいな雰囲気なんだけどんそうなんかアレックス・ウルフの役の子はすごいやっぱ表情豊かで、うん、なんかその辺のなんかこう泣いたりとか安心したりとか信頼したりの表情がやっぱすごいこの人ちゃんと演技派なんだなって感じがした。なんかああいう子 ライトな立て付けの映画の中でもしっかりやっぱ演技光ってんなーって感じでそんなに一生懸命お芝居しなくていいタイプの映画だと思うんですけどうんうん、うん、そのコ,コメディーとは言わないけどうん、うん、ライトなねそう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 、うん、なんかちゃんと感情こっちが入り込めるようなお芝居してたなって感じした、うん、瞑想してんのいいよね、うん、ねだから彼も、うん 彼もそういいいうななんか目立ちしたいみたみ、ね、だと思うよだって、ね、そんなに別に瞑想とかヨガとかにそこにねこうんていうかそこを伝えたいとかそうい、ん、うことではないなんでそんな彼は人気なんでしょうねあの YouTube がね。うんまあでもその容姿、うん もあるだろうしうん、うん、キャラクターというか好かれるキャラクターみたいなそれはあるんじゃないうんうん、うん、だからスージーもちょっと仲良くなってちょっとのぼせちゃうっていうかなんかこう嬉しくなっちゃったりするわけですもんねあそうかそうかそうだね自身に恋してる、うん、してたね、うん、あの店長が出てきたところで びっくりしたっていうかうこっちにも秘密あったのみたいなああそうだね、うん、あのー、家に行ってねそう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 だねうんその話もっと聞きたいとか見たいって思うたね、うん、うんうんうんもうだいぶ終盤だからねそうでもなんかねあそこがなんかその大丈夫かなっていうところとしては うん、精神病を理由にしてたじゃないですかあ,<ー>あれっていいのかなっていうところはちょっと批判されないかなっていうところはちょっと思ったんでよ、ね、<ー>なんか今の感じ今時代的に時代的にそうそうそうだから昔の、うん、例えば、えっと「ハニバル・レクター」の「羊たちの沈黙」とかでもそういうあの映画だと確かその「沈黙」とかでもそういうあの映画だと確かその「 ちょっとトランスジェンダーの人みたいな感じでその殺人鬼が出てきたんですよねうんう<ー>そう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 そがそうそう,う,ん、うん、う思うを持っているみたいな。そう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 いう描き方をしたことそうそういう性的思考の人たちが怪しい人だと思われ全部そ、ね、<ー>その病気のイメージがついてしまう<験>そうそうそう助長しうゃうみたいなことで、うんうん 批判されて長くそういう議論ってされてきたと思うんですけど、うん、この映画のその部分は大丈夫なのかなってちょっとそこは<ー>不安になったっていうかうんうん、うん、まあだ安直なう、ね、そうそう,そうちょっとなんか意図としてどういうことなのかなってちょっとそこでもブレたしだからあの店長も何かそういう同じ孤独を抱えてる人だったらいいなってちょっと思った。 なんかすごいいい人の方が怖ってなるなって思うん、うん、は思ったねそうだからそこはすごいびっくりはしたね、うん、お前もやばいやつだったんかいっていううん,、うん、なんか店長のをもうちょっと生かせたら、うん、なんか結構エモいラストになったんじゃないかって気はし,<ー>したお互いにそういう孤独をこじらせすぎてやってはいけないことをやってしまった2人みたいな。 のでちょ,ちょっとなんかこう、うん、共感す共有目し合うみたいなうん、うん、一瞬があったりするんじゃないかなってそれでじゃあ続編ねそうですねそうだからそこだけちょっともったいないなっていう気はしたけどんか地下室に降りていくと何かある展開はとかはなんかそういう。 ベタベタな感じはすごたホラーっぽい感じの暗闇に一人で行って、うん、その枠をちゃんと守ってやってます感はあってそうだ、ねうん、まあ、あとはやっぱりそのポッドキャストで急にこうバズって、うん、称賛される、うんまあ、一気にヒーローになるわけじゃないですかはいはい、はいうん でまあ、ポッドキャスト内だけじゃなくて、うん、多分地元の地元のヒーローみたいな感じになるんだと思うんだけどはい、はい、テレビにも出たりとかしてなんかその時の何て言うか高揚した感じとか、うん、ふわふわした感じとか、うん、そのなんか表現がすごいわかるわーって思いながら、うん、その自分のその痛さをあ自分にもそういう部分は。 もちろんあるからぐさってて見ながら見てましたねうんうん、うん、そうねなんかこう形なんてないものなのは分かってんだけどねっていう、うん、そんなものを一過性のものだったりするっていうこととかも分かってるんだけどね、うん、やっぱりまあそれでも。それでもね 脳内物質がなんか出るんだろうね快感みたいな、うん、気持ちよさみたいな感じ、うん、まあ身,身に覚えもあるし、うん、なんかその後の虚無感とかも分かるからこそなんかヒヤヒヤする、うん、なんかその数字のうん 危なっかしさというかかねなんかこう現実見えてない感というかうん、うん、なんかあのパールとかもちょっと思い出しましたけどねなんか確かになんか自分の世界自分のだ,だけの世界の中で生きちゃってるなみたいな感じとか自分のなんかだけでストーリーを進めてう,、ね、うんうんうん。うん 孤そすぎてそこにこうそにそう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 、うん、周りが見えてないくうっちゃうっういう、ねうん、関うる人がいなさすぎてうんうん、そうだから抱きしめてあげたくなるんだよなそういうの見ると <laughs> パールもそうだしスージーもそうだし、うん、かそうなんだよな途中でそうそう途中で、うん、こう抱きしめたりとかうん ちょっと立ち止まらせてくれる時間を与えてくれる友人がいればそうなんだあそこまで行かなかったんだけどね。のあ一番最後のシーン怖かったですねテレビの収録のシーン。言っちゃうんですよねポ<の>ロッとその おまじないみたいなそうそうそうジェシーと犯人しか知りえないはいはいはい言葉を言ってしまっちゃって「えみたいな「えっ?」てなって終わるそうかそうかそう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 あん時は怖かった戦慄感があったうんあん時の感じねだから自分のその自分に浸りすぎちゃってうん ポロっとこう出ちゃう感じとかねうん、うん、あるよね。うんなんかよく見るよねって感じがした。あ<ー>そのうんそう、そういうボンミスみたいなボンミスみたいな、<ー>うん、自分のなていうかそのさっきの幸せホルモンみたいなのが出まくってて。うん ぼーっとしちゃう中でやっちゃうみたいなうん、うん、全体的にまあ数字詰め甘いんですけどねよくそうだよねやれたなっていう,う、ねうん、めちゃめちゃラッキーなんだよね、うん、あのプロテインの中に薬入れるのもね、うん、あの保安官だっけその警察のあの警察署ねあれも <laughs> あれも面白かったですね あの人たちも、うん、あの人たち <laughs> なんか本当にコメディのやつじゃん田,田舎町の警察官 <laughs>、うんうん、ガバガバっていう、うん、まあでもスージーはやっぱりいい子で来てるから、うん、疑われなかったんでしょうねでもあのなんかのあの下っ端の方の警察官の人には何かこう邪険にされたり。 もあったりとかねなんか,なんかあの関係性何なんだろうなっていうどういうバイトインターンみたいな何 <laughs> か何<ー>何しに行ってたのかな,たかなみたいなボランティア <laughs> ボランティアなのかな、うん、やっぱそういう推理小説とか好きだったからみたいな感じなのかなでも普通に警察官になればいいのにね数字。 ねまあ、なりたいのかなどうなんだろうでもそれだとやっぱり埋もれちゃゃうと思ったんじゃない、ね、あー根深いなそれはやっぱちゃんとやこうすれば満たされるっていうところにたどり着かないんだなスージーはな唯一無二のやっぱり存在になる、うんうん、その空虚な方ばっかりにいっちゃうんだなそうだねうんそうだなやっぱ友達になってあげたい スがすごい一番です <laughs> 私はそうねうんなんか責められないしまあもちろん責め、うん、責められるべきことはやってんだけどうん罪を償ったところでその孤独を変わんないなっていう感じがするので、うん、まあそうですよね、まあ、人殺しちゃってるからな最終的にまあねまだ まだ誘拐事件だけだったらよかったのにね人一人死んじゃってるっていうところに結構ヤバみががある気がする気すそ,、ね、そこはねなんか一線うわ超えたって思ったねうん、うん、そこであ踏みとどまってほしかったまあ、うん、あれは事,事故にしても、うんうん、そこ超えちゃったところはもうやっぱりガラッと変わった感じはあるよね。うん やっぱり数字サーチもやっぱ2ーで 2>、うん、あの店長と孤独を埋め合う <laughs> そしてあんまでもあの店長好きになれなかったな全体的にあんまなんかでもやっぱそ,そこの背景をもうちょっと知れば知れば <laughs>、うん、なんであの剥製作るようになったのかとかそう私 ジェシーの物語にななみたいな<ー>ジェシーがなぜそうなったのかアレックスウルフの演技ではい、はい、ジェシーがなぜ瞑想にはまるようになったのかやっぱりメンタル的な何かあるのかなとか思ったし、うん、ジェシーとあの恋人とのストーリーとかも見たいなってスピンオフ、うん、<う>ジェシーはすすごい人のことを信用するすごい いいいいいややつつじゃないですかだからなんでそういう彼が出来上がってでもなぜインフルエンサーとして YouTube とかやってんのかって彼はそういうなんかこう日常生活普通に送ってても友達いっぱいいそうなのになんでその確かに YouTube とかにをやろうと思ったんだろうとかも、うん、とも<か>とはあんまり友達なかったかもよとかね。人気になって、うん 人が寄ってきたみたみいなだからやっぱりそのそこに固執しなきゃいけない理由もそこにあるのかもしれないし、うん、そのかもしれないろいろはアレックスウルフのお芝居で見たいなという気がしたの。我々もポッドキャスターなんでやっぱり人を殺しかねないわけですから。うん <laughs> <laughs> 我々もね何かがああなってこうなってこうなればうんそうですよあいつの数字やべえなって言ってる場合じゃないっていう、うん、ことではい <laughs> 何でしょうかだからといって何でしょうか <laughs> <laughs> そうなのよね,ねだからもうちょっとこう本質的なところをねうん 自分で自分,自分たちで自分たちのこう配信を褒めたり、うんうん、けなしたり <laughs> ほうそういう基準を持っていこうなるほど、うん、そうしましょうまあでも我々ね、うん、あの YouTube とかも全然あんま伸びないし低空飛行で <laughs>、うん、あの細くさてますので。 そうなんだよなだからそれもバランスだと思うんですけど、うん、やっぱりそこにあんまり固執し,し始めると危険なんじゃないかなっていう、うん、今しめとしての映画な気がする今のさ最近の若者のさ、うん、なんかインタビューとか見たりすると、うんうん、なんか大体みんなこう。 影響力つけたいみたいいいみなことを言うじゃんあー怖いす、ね、めちゃめちゃ聞くんだよねこの「影響力つけたい、うん」だからやっぱそれ,それ本当に中身ないもんな中身ないし、うん、マジでやめてくれって思うんだよね、うん、だ自分の子供がそれを言い始めたら本当にもう絶, <laughs> 絶望しちゃうなって思うんだけど <laughs>、うん、影響力つけたいって何うんそうなんですよでもなんか今のさ時代が、うん、そうなってんだよねその影響力を フォロワー増やしたりとかして、うん、いることがなんか成功っていうか、うんね、良きこととしてこうなってるし、うん、それですごい稼いでる人がたくさんいるそうです、ね、もてはやされてるし、うん、やっぱそう思うのも、まあ、無理がないだろうなってうの思うから、うん、本当にやばいです。 うん、その年代によってだから、うん、やっぱ違うんでしょうね何かその何で自分の価値を周囲に強調するかみたいなことって、うんうん、ある世代にとってはお金かもしれないしある世代にとってはなんか一芸なのかもしれないしそこからちょっと脱却できる日は来るのか。 ねね、また新たな何かそういう欲望欲求が生まれるんでしょうね、うん、時代によって、うん、そうだね、うん、まあま我々もねそうやって大きくなってきたんでしょうしと思うけどそれにしてもひどいぜっていう筋差値あの多分まだ、ね、やってるところもたくさんあると思いますので、うん、はい

あのポッドキャスターの集まりの会は非常に楽しかったし、うん、なんかああいうことを企画してくれるってすごいなっていう思いましたので、うんまあね、今度は2人で何かこういう機会があったらねいけたらなと思いますしす、ねうん、今後に何かつながっていく素敵なイベントでございましたので、うん、ありがとうございますですね。ねいつかポッドキャストを 日本でも本格的に収益化可能になってきたら、うん、きっとその回を振り返って。あんな牧歌的な素朴な時代もあったなって、きっと思うじゃないですか。<laughs> そうです、ね。これから戦国時代に入ってしまった場合。はいはいはい、うん。そう、だから、すでにっていうか、この段階でも、私は。うん、あの回に行って、うん、なんかもっとこう。 オタッキーな感じオタッキーってやばいね白すぎるけど何ていうかオタッキーオタッキーなムードをね予感してたところがもう時代錯誤だなと思いましたねなるほどねいや全然全然キラキラした人たちいっぱいいたから別に全員じゃないけど進んでるんですよやっぱねそう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 時代はうんそっちだぞそっち方向だぞっていう まあだからといってねキラキラしていけるかって言ったらそういうわけでもないので我々は我々なりにそうですね端っこの方ではい、はい、でもた確かに、うん、<laughs> 確かにやっていきたいなというふうに思いますので、はい、今後ともねポッドキャスターの端くれとしてはい、はい、楽しくやっていきましょうはい。はい この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしていますこの作品を扱ってほしいなどリクエストも大歓迎ですし過去回の感想をいつでもお気軽に送ってくださいお便りフォームのリンクは概要欄にありますお便りを採用させていただいた方にはステッカーをお送りしたりもしますので住所と本名も書いてくださいはい、この番組はポッドキャストと YouTube で聞けますお好きな聞き方でどうぞ YouTube の方はコメントやチャンネル登録グッドボタンをお願いします えー X、インスタグラムやってますのでフォローお願いいたします。感想やご意見は「ハッシュタグ二人の話」をつけてぜひどうしどうしつぶやい投稿してください。そしてこの本編と合わせてさらに喋り足りないことを女2人映画裏の話として喋っています。こちらは女2人映画裏の話のノートにて音声配信中で1つ100円で購入していただくと聞くことができます。えっ、ー、と今週は数字サイチの話をするかもしれないしえっ、ー、と、うん。 フリートークをするかもしれません。ぜひ聞いてみてください。はい、はい、はい、お知らせありますか？まお、あ、ちゃんはい、9月10日と9月13日にライブをしますので、ぜひ遊びに来てください。はい、うん、はい。はい、私、三田村千春は、えー、配信日から言うと明日ですね。8月18日、えー、下北沢でお昼に弾き語りワンマンライブやります。はい、そして9月もね。ライブもありますので、ぜひそちらもチェックお願いします。うん えー、それじゃあ次回の作品発表したいと思います。はい、えー。次回の作品はキムソンス監督、ソウルの春。はい。これちょっと時代もの、政治もの。うん。うん、ちょ苦手なんですけど私。はい。でも韓国映画だからね。久しぶりに韓国映画。ね、韓国映画、うん、楽しめるとはい。はい。 来週も木曜夜8時に配信ですぜひ聞いてくださいここまでのお相手は三田村千春と宇宙モウでしたさよなら,さよなら